います。たかしのお時間となりました。今日もトラックの中からね、撮っておるんですが、仕事がね非常に忙しい、この中でね、なかなか、プライベートでね、撮れないんでね、トラックの中から撮っております。今日もね、某物流センターに荷物を卸しに来てるわけなんですが、前回の失敗をね、教訓としてね、今日はね、もう気合を入れてね、朝早く来ました。現在、4時48分であります、ね。4時から受付ができるということで、気合を入れて来ました。ちなみにね、今日はここはね、神奈川県です。埼玉県でね、ひどくね、はまりまして、これじゃいかんぞと、余裕がなくなるんですよね、後からね。あの時はね、確か土曜日だったので、大阪帰ったら終わりだったんですが、今日はね、1週間の始まりで、週の初めからね、こけてられないぞっていうことでね、気合を入れてね、起きてね、来ました。やっぱりね、8時間の休息は取れないんですよ。この時間に、4時に関東の方ね。失礼、この今4時に来たんですけどね、4時に来ようと思ったらなかなかね、8時間休息とかは取れない。今日は分割休息にしてね、とりあえず今、4時間半ぐらいかな、4時間半ぐらいね、途中の東名のパーキング、新東名のね、パーキングで、休憩取ってきて、分割休息でね、4時間半ぐらい泊まってきて、残りここで泊まってリセットしちゃおうかなみたいなね、そんな、企みというか魂胆というか、そういう風にやって、休息を取ってね、時間を有効活用しようという風にね、思いまして、取っております。はい、受付も済ましてね、4時50分ですね。私ら卸しに来てるんですが、積み込みもあるみたいで、積んで、物流センターなんでね、積んで配達に行くトラックももちろんいると、たくさんいるみたいですね。すごい大きい、物流センターなんで、配達優先だということでね、なかなか、卸しに来てもね、すぐは降りないのかなと、ということで寝たいと思います。ただね、がっつりベッドで寝ちゃうと、一応電話がかかってくると、電話しますいうことなん で、電話します言ってもね、いつかかってくるか分かんないですよ。ただね、今回はもう駐車場みたいな、物流センターでね、
ちょっとずつ動いていくみたいな感じじゃなくて、止まっとけれるんで寝れます。はい、寝れます。こういうとこはいいです。こういうところはもういいですね。 寝とけるんで。はい、6時16分荷下ろし完了。はい、結局こんなもんですね。うん、やっぱ早起きたら早降りるな。やっぱりなんかその変なルールね、で変なルールに縛られてね、無理から8時間休息取ったりとか、まあ、そういうことするわけじゃないですか。ほんでまあ朝8時とか9時ぐらいに卸しに行ってハマると、まあ、毎回そんな感じじゃないんでしょうけど、まあ結局こういうことですよね。これの方が楽よ。でこっからまた6時間、まあ今6時やからね、5時間6時間止まって昼一に積みに行くとか、まあ、そういうこともできるわけですよね。選択肢が広がるというか、余裕ができる、余裕が生まれるというかね、結局こういうことなんですよね。だからね、やっぱり時間にね、縛られてやるっていうのも疲れますよね。こういうことなんやね、結局。楽や、気が楽や、とにかく気が楽や。まあこの時間やったらまだね、6時、まあ、6時15分ぐらいですかね、まあ、さーっと移動できるしね。こういうことですよね。まあうまいことね、時間もね、まあ、労働時間とかですか、やっぱりうまいこと付き合っていってね、やっていくのがやっぱりこの仕事を、ね、楽にやることにつながるのかなと。まあ、なかなかできるときできないときねあるんですが、ね、まあまああれですよ、この時間やったらね、まあ、今厚木か海老名、厚木、まあまあこの辺も言うたら混むとこですよ、はっきり言ってね。朝とかも246ババゴミと、246ババゴミ、それに伴ってその近くの県道ババゴミ、動かないみたいなね、そういうこともあるけど、やっぱ今日はねうまいこといきましたね。さあ、エネオスウィング行って燃料入れてシャワーでも入ろうかなとかね、いやいやちょっと待てよ、もうとりあえず眠いし寝ようかみたいな、どっちでも行けるわけですね。こういうことですよね。ということでね、まあ、ちょっとねこの仕事のね、まあまあいろんなね職種があるんで、止まないようなね、順番取りみたいなのがある仕事ね、ある仕事ない仕事、まあまあいろいろありますけどね、まあ一つの例としてね、とりあえず今回はうまくいきましたということでね、6時20分前回なんかね、まあ土曜日やったけどね、8時に卸しに行って荷下ろし完了、あれですからね、
14時40分ぐらいだったかな、まあ、何しても、15時前ということでね、すごく、待ちくたびれてね、疲れた仕事内容になりましたけど、まあ、今日はこれで横断したということでね、はい、非常に気が楽だなという感じで、はい、腹減ったな、どうしようかな、朝飯食おうかなみたいな、すごくね、あの選択肢が広がっていく、いきますよね。燃料入れてシャワーにしようかなみたいな、いやいや眠いし寝ようかな、いや腹が減ってるんで、朝飯にしようかみたいな、何でもできますよね。前回はね、飯は食えねえ、寝れねえ、トラックはちょっとずつ動いていくみたいなね、すごく最低な状況の中、今回はうまいこといったなということで、終わり良ければ全て良しということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございますね。それではまた何か気づいたことね、撮っていこうと思います。